リニアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャストチャプター6ローンウルフ。過去記録の一部と推測されるデータを発見、共有サーバーに転送する。11941年12月8日、とある極秘任務を携え地球へと派遣されたアンドロイドたちと遭遇。見慣れぬ様相の奴らは自らをヨルカ部隊と名乗った。私たちを見捨てた司令部、秘匿事項ばかりで謎の多いヨルカ部隊だが、疑っているばかりでは家族を守れない。私の選択が、私たちの戦いが、長きにわたる消耗戦の突破口となることを願っている。ニアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト第6回です。お相手はポッド042役の私、安本博樹です。この番組はポッドキャストだけでなく、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、アニプレックス公式 YouTube 各所でお聞きいただけます。番組のハッシュタグはポッドのポッドキャストです。最初のポッドはカタカナ、次のポッドキャストは英語でございます。アニメの感想ハッシュタグは人類に栄光あれ。アニメとラジオともにお楽しみください。というわけでございまして、本日もやっていきますが、頭の今回ね、読んでいたあのあらすじみたいな部分ですね、ここはまあローズ隊長のお言葉だったんじゃないかなということが、まあ今回見てくださった方にはわかると思います。さあ今回ね、ニアオートマタバージョン 1.1 テレビアニメ第6話チャプター6ローンウルフについてお話をしていくんですが、まあ、今回はもう先に言っちゃうと、知らん人も多かったと思います、ゲームだけをやってらっしゃる方は。でもそれでもその人たちもなぜ A2 がこうなったかっていうのの、まあ、ゲームやってても A2 っていうのはかつていろいろあったぜっていう説明だけあったんですけど、詳しい説明がゲーム上ではなかったじゃないですか、ニアオートマタの。それが実はこういうことがあったんだよっていう前日談が舞台化されていたんですね。それがあの舞台ヨルハっていうのがもう一番最初になったんですよ、10年近く前で。それを再構築したのが舞台ヨルハ再演っていうのがあったんですけど、それはあのダブルキャストでやってたやつなんですけど、それのその次にやったのがあの音楽劇ヨルハっていうんですね。でまあお話としてはまあもちろん一番最初の舞台ヨルハが最初にあって、でそれがあって、ね、の音楽劇ヨルハっていうのが、まあストーリーとしては音楽劇ヨルハっていうのはそれをちゃんと踏んでるんで、それを見ればわかるんですけど、その音楽劇ヨルハっていうのを今回もう一回アニメに構築したのが今回のこの6話だと思ってください。でまあその音楽劇ヨルハっていうのは今コミカライズもされてるヨルハっていう漫画があるじゃないですか、あれはそれが軸なんですけど、まあ、この結末まではまだね漫画の方では分からんのかもしれませんが、その音楽劇ヨルハっていうのを見てる人はあっと思うところがいっぱいあったと思います。今回はそういう話でございました。じゃあそのね、僕は早速やっていきましょうかね。それではチャプター6ローンウルフについてお話ししていきます。まあ最初にデフラグみたいな画面から始まりまして、真珠湾降下作戦のフラッシュバックと。でこの時に戦っているのがもうローズ隊長ですね。ローズ隊長がいろんなお話をする中で、あのリリーという存在がいると、かつての記憶をリリーが見ていたというわけでございますね。でそれに対してあれは夢じゃないっていうことはもうリリーは分かってるんですよ。自分でちゃんとそれを経験したことだということで、あれは夢じゃない私の記憶といったところでオープニングが始まるよと。でまあこのリリーさんという人がなぜ今回あのアネモネではなくリリーさんなのかっていうのが結構皆さんわからない人が多かったと思うんですが、その仕掛けがこの6話であの明かされるといったところですね。でその後はまあ 9S 君があのもうこの言い方するとちょっとひどいんですけど、 2B ちゃんとリリーさんが2人でお話しするためにナイズがちょっと違う仕事をしてまたたまたましてくれたんです。ありがたいですねでもねその 9S 君がねちょろっていう時にリリーさん暇だからといって居眠りしてたらまた悪夢にうなされますよっつって、あの、まあ、修理に、まあ、その修理に、ね、なぜかあのゼリオンにも連れて行かれてしまうんですが、1号さんとゼリオンにもそのとあるものの修理にあのお付き合いして行く時に残されたリリーが、あの私たちは夢を見るかと 2B ちゃんに聞くと。で 2B ちゃんに聞いたら 2B ちゃんは見ないとはっきりね断言するわけです。アンドロイドは夢は見ないんですよ。じゃあ見ていたものは何なのかっていうことなんですけど、それは夢ではなく記憶だったということで、自分の記憶のフラッシュバックみたいなものが流れていたということがここでわかると思います。そして何があったんですかみたいなお話をトゥビちゃんが振りまして、そこからリリーが昔の話をするんですね。その時あの極秘任務で地上に降下しているあの新型アンドロイドに会ったと。
唐突に4機ヨルハ部隊がいるように皆さんに見えたかと思いますが、この 2B ちゃんや 9S 君よりも前の旧世代のヨルハ部隊なんですね。あれはヨルハ部隊というのはもうアップデートを繰り返しておりますから、その今の 2B ちゃんたちの1個前のヨルハ部隊の4人、しかもこれも本来4人じゃなくて生き残ってる4人だったということですね。でそれでまあヨルハ部隊といろいろありまして、本当はうまくいかなさそうなところなんですが、この時リリーちゃんはまだただ単に、まあ、ポジション的にとてもじゃないけどリーダーポジションじゃないんですね。可愛らしい、なんか貧相なと言いますか貧弱な女の子だったんですけども、その時にローズというリーダーがいて、ローズというリーダーはこの状況だけど、まあ、もうお互いが状況を良くするためにはこのよくわからない敵かもしれない罠かもしれない人たちと手を組むしかないということを言って、このアンドロイドとレジスタンス、まあ、どっちもアンドロイドなんですけど、レジスタンスとアンドロイドがまあ手を組んでやるお話になるという言葉でございます。そしてこの時にリリーちゃんが大事な言葉を言います。でもこの人たちは家族じゃ。そうなんですね、ローズというのは自分のチームのことを家族というふうに扱っていて、まあ、本来まあアンドロイドっていうのは分かりやすく言うと、まあね、あの2号だとか4号、16号、21号って今回も出てきますが、名前がないんですよ。これは名前がないってのは、生演奏がある時の朗読で、僕があのジニアという、まあ、人類会議を作った人ですね。多分です。明確には横尾さんはそれおっしゃってないですけど、人類会議を作った人が2号9号という形で、出てきた子たちに、私たちにも名前はつくんですかっていうふうに質問された時に、あいつかつけてやるみたいな話をしたんですよ。で本来だヨルハ部隊といいますかには名前という概念はないんですよね。それなのにこの人たちにはローズだったりアネモネだったりダリアだったりマーガレットだったりって名前があると。でもそれはなんか要は家族である以上数字じゃねえんじゃねえみたいなことをおそらくローズ隊長が思ったからやってくださったんじゃないかなということで、でこれがちょっとだけいい話なのが、ローズ隊長はあの舞台で雛形さんという女優さんがやってらっしゃいまして、今回もアフレコやってくださってるんですけど、素晴らしかったですけど、あの雛形さんが音楽劇やってる時にあの途中で2号とか4号とかにも花の名前つけてやるっていうセリフみたいなのがあったんですよね確か。で実際にでもそれは劇の中ではあのお花の名前をつけることがなかったんですけど、後付けで雛形さんが私だったら、2号にはフリージアという名前をつけると、で4号にはアマリリスという名前をつけると、で16号にはリコリスという名前をつけると、で21号にはカトレアという名前をつけるっていうのを、ね、考えてくださってて、横尾さんとかがそれを、横太郎さんね、あのシナリオといいますかディレクターのが、あそれいいじゃないって言って一応公式採用されてるっていうのがあるんですけどもね。で本来にあの子たちがこのままずっと家族として本当になっていったらそういう名前にもなれたのかなっていう別の未来もあったかもしれないっていう素敵なお話を雛形さんが作ってくださったっていうのがあるんですね。で今回その舞台を見てくださってる方には本当に舞台のシーンとかを丁寧にアニメにしてくれてて、ちょっとだけ違うのはあの要はリリー生存ルートといいますか、それは今までどこにも存在しなかったルートなんですね。舞台でもそうだし音楽劇ヨルハのエンディングとはまた全然違うエンディングなんですよ今回。でそれをでも丁寧に描くにあたって、基本的にはキャストは音楽劇ヨルハで演じてくださった人たちがやってくださってるんですけれども、4号の田中玲奈さん、あの元モームスの方ですねとか、16号の持田さんとか、21号の花奈美代さんとか、でローズの雛形さんもそうですね、あとガーベラの野村さんと、双葉の石川さん、ここら辺は音楽劇ヨルハの方だったんですけど、あの人にあの何人かはもうまあ廃業なさってらっしゃる方もいらっしゃったりとか、で演じきれなかった方のも一応今までヨルハの舞台に関わってる人をですねキャスティングしてくださってて、で今回アネモネをやってくださった花咲さんは、これは少女ヨルハかで睡蓮役をやってくださっていた方だと、でダリエをやっていた小泉さんはあのこれも少女ヨルハかの21号役と、でマーガレット・青木式さんは、まあ、これね声優でいろんな作品で皆さん見たこともあると思いますけど、青木さんの名前は2号をやっていたと、でデイジーの鶴見さんは4号をやっていたと、鈴木さんは音楽劇に出てはいたんですけれども四つ葉役ではなく、タームっていう役だったんですけど、あの、まあ、いや色だけ言います、赤いんですよ。ゲームの方はあ赤いんだと思えばなんとなくわかるかもしれませんが、うん、そういうことをやってて、一応だから関わりがある方たちを一生懸命こうやってキャスティングもしてくださってて、その方たちも愛を持ってね演じてくださったので、うん、もちろん声優に慣れてる方慣れてなっしゃらない方っていうのはいっぱいいるんですけれども、僕も全然違和感もなく楽しく今回見れたんで嬉しかったですね。一生懸命制作サイドも愛を持って作っていて、演者側も愛を持って演じてくださってるのが熱量として伝わってきた気がするので、
まあ、そういうところの裏話もありつつ戦いがやっていくと。それでまあアンドロイドとレジスタンスがまあ共同戦線を張る。その共同戦線の中で平和な日常みたいなのがちょっとあるんですよね。そこでだから関係値として出てきて、あの本当は仲悪が実は仲良くなりましたみたいなのを、この一気にこの30分のアニメの中でいろんなもんを描かなきゃいけなくて、いてくれてるだけでほっこりするようなキャラもいたりとか、本当の家族っぽいなっていうのの、あの大きなカットがあったりね、あの引きの絵でみんなを見せてくれたりする、その平和なカットがある中でリリーちゃんがまさかのロンリーウイルスに侵されてしまうと。このロンリーウイルスっていうのは、このゲームをやってらっしゃる方は結構わかると思うんですが、簡単に言うと、あの己の体に、あの何ですかね、もうデジタル的なウイルスが入り込んで、あの要はバグに近い状態が起こるんですけど、それが起こるとも暴走状態といいますか、あの自我が保てなくなり、あもう全然もうボガーンでダメになってしまうんですよ。で今までのそのローズさんたちは、仲間がロンリーウイルスに感染したらおかしくなる前にもう殺してしまっていたと。それは何でかというと、その治しを対処のしようがなかったからなんですね。確かにロンリーウイルスっていうのはゲームやってらっしゃる方は分かるかもしれませんが、本当に対処が大変で、ナインエス君とかでもね、みんな苦しんでたんですけれども、リリーちゃんがなった時はこの21号という、21号はスキャナータイプなんですけど、21号がなんとかそのロンリーウイルスを取っ払ってくださいまして、なんとか事なきを得たんですが、点点点という話ですね。でもそれでまあさらにそれで信用がしていただけるようになり、なんとかリリーちゃんを守ることができて、よしちゃん本当にみんなでチームだね、家族だねってなった時に指令が来るわけですね。どうでけえ機械生命体のサーバーがあって、そいつをぶち壊せば割といけんじゃねえみたいな雑な指令が来るわけですよ。でそれまでもまあなかなかうまくいくかどうかわからない作戦なんですけど、やるしかないと。そしたら敵が30万ユニットめちゃめちゃ押し寄せてくると、もうとんでもないことになってるわけですよ。でもやるしかない、やらなければもうどうしようもない、だからやるっきゃないでどん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 進んでいく中で、一人また一人と、せっかく家族で一つになれたはずの仲間たちがですね、銃で撃たれ、どん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 、なんかもう結構ここら辺がサク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 、ガーベラとかがね、行ってしまう、マーガレットとかガーベラとかダリアとか、そこら辺が結構サクサク行くんですよ。なんかそれがね、切なかったっすね。でもそういうものなんだよ、この人たちがいる戦争はっていうのを表現するためにも、あそこはなんか生きながらより見せ方ではなく、サクサクと行くところを見せてくれたのではないかな、見せたのではないかな、監督とかもそういう風に狙ってやったんじゃないかなと。でその後にいがみ合ってた16号とダリアが、もうさっきまでね、いがみ合ってたのが、もう共同戦線を張って最後のしんがりを務めると。まあこの状況下でしんがりを務めるってことはもうダメってことですよ。でもそれでも行くのはもう家族のためですね、この子たちが本当にやってくれたのはと。で頑張って進む中、河原山頂のエレベーターホールに行って、なんとか気合で頑張ってエレベーターを動かします。それにはハッキングの力が必要なので21号が頑張りました。ですが21号もう分かりやすかったですね、目がバッキーンってで、あの赤いのがバリバリーンってなったんで、さすがに先ほどのリリーちゃんを皆さん見てるので分かると思うんですが、おそらくまあ今回どういう描写がないですか、まあ、舞台とかではそうだったんですけど、まあ、リリーちゃんのロンリーウイルスを頑張って解除した時に、本当はもうすでにその段階で21号ももうロンリーウイルスに感染していたんではないかなと。で、まあ、21号がそれでまあここに残るからみたいなことを言って残るんですが、その時にアネモネも残るんですね。このアネモネはもう気づいてるわけですよ、要素のおかしさに。21号のその理由とかも全部わかってると。でこれは舞台でもこの描写があったんですよね。舞台だとね、もっとここがちょっと切なく表現されてる気がしますね。アネモネっていうのはこの舞台の中だと、まあもちろんゲームにつながるお話ですから、本来だったらこのお話の中でのアネモネっていうのは生き残るはずなんですけども、その舞台とかのゲームにつながるお話だったら、今回また違う世界線なんで、アネモネちゃんはどうなったんだろうと思う人は、あのエンディングまで見てください。でそしてまあその21号とアネモネちゃんを残し、エレベーターを下っていったんですが、そこであの冒頭に話した言葉が出てきますね。私悪い夢を見てるんだと、うずくまってる弱いリリーちゃんが言った時に、ローズが2号に、私たちは夢を見るかと聞きます。それに対して2号は見ないと答えましたね。でもそれに対してローズが、夢ならよかったなっていうのが、これがおしゃれな一言だなと思いました。で2号というのはあの 2B ではありません、 A2 です。で A2 をゲームでやってる人からすると、
2号のキャラ違うんじゃね、なんか違うじゃんと思う人が多いかもしれないんですけど、それでいいんですよ。だから夢は見ないけども、経験そして記憶っていうのはこの子たちはどん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 積み重ねていって、その中で自分の中でも感情はないはずなのに感情に近しいものを持ち、あえて人という言い方をしますが、人としての形成の仕方も変わっていってしまうところもあるんでしょうね。だからこそこの時は少女っぽかった2号 A2 があんなに擦れた感じになると。でもその温度差は舞台でももちろん俺たちの知ってる A2 じゃねえなっていう雰囲気はあったけど、最後の最後のあの音楽劇で、最後の最後に、音楽劇だとこれ混乱するんだけど、音楽劇だと2号を石川優がやってたんですね。それですげえ大立ち回りするんですよ。でその時にモーションとかで A2 のモーションを入れてたんですね、挑発モーションとか。それであ、この子はこういう悲劇とか惨劇を経てあの感覚の2号になって A2 になったんだなっていうのが分かるんですけども、それをアニメだからよりそれを顕著に見せるためにも、リリーちゃんもそうだし、2号はすごく可愛らしくここのシーンだと描いてるんだと思う。だからこそでもいろいろ知った上で、リリーちゃんはこんなに擦れたとは言わないですけども、ちょっと大人びて無駄なものがなくなってソリッドな感じになったんじゃないかなと思いますね。この時にもね、切ないですけども、だからリリーちゃんずっとあの、なんですかね、もう某サバゲーでみんなが一番最初にみんなが買う銃を持ってるんですけどあれはね、ここでもう分かりましたけども、ローズ隊長の形見だったと。でそれで必死になってリリーちゃんも今立って前を向いて、守るために使えと言われた影響を抱えて戦ってるわけですね。でその後に最後の最後で出てきたのが、A2 です。バッサバサの、まあ俺はここら辺はちょっとシステム、まだアンドロイドのシステム理解できてないのかもしれないですけど、あ、毛伸びんだなって思いますねあんなにあの同じ形をしてるからこそ髪型だけで結構キャラが違うようにも見えるんですが、まあ見た目はもうトゥービーちゃんと全く一緒と。そんな A2 が出てバサバサってやってる時に、最後の最後で出てくるローンウルフということですね。これはあのリリーちゃんに対しても思わせた言葉かもしれないんですけど、チャプター6ローンウルフは、まあ、2号のこともお話ししているタイトルだったんだなってのが最後にわかると思います。素敵ですよね。もし今どこかであの時の仲間の誰かが生きてるとしたら、あと 2B が聞いたら、リリーはそれは夢があるなって言った時に、もうすれにすれた A2 ちゃんがいるということですね。でしかもあのほくろで A2 だとさらにわかるというね、あの思わせ A2 というか2号と同じ形のモデルだなってのがわかるというところで終わるわけでございます。そしてエンディングですね、特殊エンディングです今回。これはねダメだよ、泣くに決まってんじゃんつー、横尾さんに対して横をやりやがったなっていうのはよくあるんですが、今回は増山やったなとまあこれはこんだけ楽しく生きて生き生きとしてた人たちが全員がもう、まあ、死んでしまったということの表現なんですけど、その時に全員花の名前がついてますから、みんな最初は普通に生活あの生き生きとした表情だったんですが、最後はあの笑顔で目をつむって花びらとしても亡くなってしまうというので、もうこの人たちは全てもういなくなってしまったんですよっていうのを表現してくれてるというか、表現してんすわね。辛いですね、これがリリーちゃんが抱えてるものなんだと思うと辛いですね。そして僕はここでどうなったんだろうと思ってたけど、完全にあの姉モネもファーッと消えてるんで、ああ姉モネも行ったんすねっていうのが僕は分かりました。そして散るたびにね、各名前の花びらなんです、ちゃんとそのお花の花びらが散ってると。これもまあ恐ろしいというか、もう泣かしにかかってんなっていう凄さですけども、で最後の最後でリリーちゃんが空に向かって手伸ばしてんのかなと思ったら、これがぐるりと回って、あの今のリリーちゃんと過去のリリーちゃんが一つにつながりましたというところですね。そういうのをちゃんと見せてくれてる特殊エンディングでございました。でその後の C パート、まあもう言うことないよな、もう今回の C パートは。なんかお魚の本を読んでるお兄ちゃんに対して弟がワイキャー言ってるんですけど、なんでしょうね、こういうちょっとエッチっぽいをあげるのが C パートの当たり前になると、この後辛くなりますよ引き下がるなら今のうちですよでもね、このお兄ちゃんに構ってもらえない弟もほっときながら、お兄ちゃんはねこの後釣りに行って、あのもう帰ってこなかったっていう、そういうエンディングが実際あったんですけどもね、うん、だからもうそれをちょっとトリッキーな表現で表現させてもらってる感じですね。まあ、アダムといえば今回に関してはデジロはここしかないと、なのに読んだと贅沢な C パートでございました。でもこの C パートも、ね、楽しんでくださってる方がいらっしゃるんで、まあ、僕はいいなと思いますけれども、チャプター6に関しては考察っていうよりも話したいことがいっぱいあるんですよ。
あの音楽劇ヨルハだったりとか舞台ヨルハだったりとか見てる方はそうだし、漫画のヨルハを読んでらっしゃる方たちもそうだし、あれはこうなのかなっていうふうに思っていたのがつながる回だったし、それで僕たちが知ってるその舞台とかの世界線ではない世界線が今回のアニメになってるんですよ。だからどうしてそうなったか、どうしてリリーがこうなったのかっていうのをこのチャプター6ですごいしっかり描いてくれたので、うん、大満足ですね。僕は、僕この回出てなくて台本ももらってなくて、でもそれでいいやと思ってて、純粋にもうニーヤのことってもう大概のことをあらかじめ僕は皆さんが見る前に知ってしまうんですよ、ね、演じてとして。でも出てない回の台本っていうのはくださる時もあるんですけど、もらわなかったことによってこの6話をね、まあ見た時のまあもう私が泣きやしたよ途中でそうか、ここでそのあのシーンこうかこうか、この表現かで16号とダリアのところでもそうだし、最後の最後の特殊エンドでもそうですけど、何遍か私は泣きやしたね今回で、また何回か見たいと思いますが、大好きな輪になりました。皆さんもねそうだったらいいなと思うんですけれども、じゃあベレさんからのメールでも行きましょうか。何ちゅう名前だ、エモさとエロさを司る人格のうち、エモさの方エロくない方なんですね。アニメからニーヤに触れようと思った民です。いつものエンディングで感情は持たないでくださいって言われて、とっさに無理だよってつぶやくくらい感情が溢れそうです。なるほど、やっぱ感情があっては辛すぎる。そうね、そういうことなのよな。せいぜい目尻が潤むぐらいだろうというのは甘い予想で、エンディングでキャラクターが花びらに消えていくにつれおえつしそうでしたと。そりゃそうよ。まあ C パートで中和されたんですけど中和されてよかったのかなで、まあ、リリーが可愛い、声がいい、動国が素晴らしい。そうですね、最後本当に頑張ってましたね種崎さん。登るエレベーターの内と外で手をつなぐ構図が最高。それはもうリリーの自決を止めるために、隊長が最後の家族を守るためにね頑張ったんですよ。これらの自由により、再視聴の予定を登録と、当たり前です。みんなそう、何回も見よう。本当に今回はね、いろんなスタッフが頑張ってくれてるし、キャストも今回のためだけにいっぱい来てくれてますからね、それもすごく意味があることだと思います。次、クレマチスさん。チャプター6楽しく見させていただきました。今更ですがオープニング映像の中でレジスタンス、ヨルフは旧式過去実験部隊、ヨルフ部隊のアイコンが徐々に目を閉じていくように映し出されている、あの演出たまらなく大好きです。リリーの過去回、もとい真珠湾降下作戦の記録最高でした。最後のチラ見せ A2 さんからの特殊エンディング、すごく来るものがありました。リリーちゃんに幸あれ。そうですね、同時にサブスクで音楽劇ヨルハの配信が終わってしまっているのがすごく悔やまれます。円盤、オレンジもオレンジあるぜマウント円盤持ってるぜマウント。今回登場したリリーの家族の彼女たちが過去回想に出てきたモブキャラたちになってしまうのはあまりにも惜しいので、次回以降どんな展開になるのか読めそうで読めないのが憎いです。続きが楽しみです。そうですね、だからあのレジスタンスは目見ててちょっとデザインが違うんですよ。で結構これ後半戦に行って真実を見てはいけないというなんか何でしょうね、裏メッセージみたいなのがあるから、ヨルハ部隊というのはゴーグル、まあ目隠しと言われてましたけど布みたいなやつで目を覆ってるんですけど、今回その旧式の実験部隊は真実から目をそらさないためにも僕はあの全員ゴーグルを取ったんじゃないかなと。で己の真実を見せないために21号だけもう一回ゴーグルをつけたんじゃないかなと思いながら見てました。ロンリービルスに侵されてしまっていることを見せないために、皆さんに自分の真実を見せないためにもう一回やったんじゃないかなってちょっと思ったりもしました。でもねそういうところもね見ていくと楽しいんですよね。そうなんですよね、だからオープニングの映像の中で実はヨルハ旧式部隊のアイコンもあったんですよってのが気づいてくださった方はね素敵ですね。そういう仕掛けがねいっぱいあるの、俺も何にも聞いてねえからさ、後付けで分かるんだけど、後付けで分かるためにめっちゃ面白いと思うよ。だから皆さんもそう思って楽しんでください。で次、アジになりたい、食べたら死ぬ。本編をうなりながら拝見し、エンディングでは悲鳴を上げました。エンディングの花びらはキャラに沿っているんですね。そうなんですよ、凝っていて素晴らしいです。こんなにしっくり真珠湾降下作戦をアニメ化していただけるとは、僕もびっくりしました。つるくて苦しくてなのに温かくてアニメで泣いたのは久しぶりです。家族を失って悲しいという言葉じゃ表しきれないと思うけれども、リリーが生きていてくれてとても嬉しいです。そうね、ローズ隊長の最後の望みですからね。あの流れからの人形劇、温度差で放心状態でした。そうですね、あの温度差で風邪をひくんじゃなくて温度差でモニターを叩き割りそうでしたね心に響きすぎて、一体私たち視聴者をどうしたいんだろう、簡単に寝かせないつもりなんだろうかと疑ってしまうくらいです。
B パートで最後に映ったあの方、ついに登場するんですね。もう言いますよ、エイトちゃんです、次回が待ち遠しくて1週間がとても長く感じます。これからもとても楽しみにしています。まあ、エイトちゃんだから2号はアニメだと諏訪彩香が演じていたわけですね。でも俺たちの知ってるエイトちゃんではないっていうのはもうさっきも言いましたけれども、経験則や記憶記憶でどん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 人間というのは変わっていく、それはアンドロイドも一緒なんじゃないのみたいなところが思わせぶりなところですね。横尾さん明言してないけど、次、小さい子供ロボはやっぱ可愛い、毎週楽しくポッドのポッドキャストを拝聴しております。ありがとうございます。なんかたまに違うこと言ってるかもしれないんだ、本当ごめんなさい。記憶をほじくり起こして喋ってるから許してくれ。第6話は舞台や小説化されている真珠湾降下作戦の、あそうだ小説もあるね、そうだそうだ、真珠湾降下作戦の話がリリーの回想として描かれていました。うん、私も音楽劇ヨルハを見たことがあったので、レジスタンスのローズたちやヨルハの2号たちが、そうね、2号っていうのが大事ですね、アニメで動いている。しかもエンドクレジット見たら音楽劇や少女ヨルハのキャストさんたちが声で同じ役を演じて、まあ違う役をやってくださった方もいらっしゃるけどね、演じていたと知り、ゲームだけじゃなく舞台に関わった人たちもアニメに携わっていることに感動しました。そうだね、毎週放送を見終わった後は感情がぐちゃぐちゃになって放心状態になります。アニメになってもこの作品はちゃんとニーヤなんだなと思うと同時に、ニーヤを好きになって本当に良かったと感じています。これからどんな展開になってどういう結末になるのか非常に怖いけど楽しみです。結構この僕今はっきり言って言ってますけど、これに関してだけはネタバレを恐れずに言います。まあ、ゲームやってかしてる方とかはね分かると思うんですけども、でもそれを知った上でなんでこうなったかの大事なファクターがこの6話なんですよ。というわけで知った上で見ていただいた方が俺は切なさが増える気がしますね。次、これは長月さんかな。毎週心を揺さぶられる展開にワクワクしながらアニメを拝見しています。6話は泣きました。音楽劇ヨルファアニメ化、30分間の限られた時間の中で河原さんの作戦を描いてくださるなんて、音楽劇の感動をもう一度味わうことができました。リリーの持つ銃がローズ隊長から託された思いも込められているような気がして、そりゃそうですよ、最後のローズさんの肩身ですからね。なんだか考えさせられる場面があったり、何よりキャラクター一人一人のビジュアルも良くて、みんな美しい。音楽劇と少女ヨルハのキャストさんが声優も務められていたのも好感が持てました。俺はね、音楽劇ヨルハの人たちをベースにキャラデザもしてるぐらい結構似てるなと思う。似てるって言い方変なんだけどねちょっと言葉として難しいんだけど、結構キャラデザインのベースは音楽劇の人たちのビジュアルなんじゃないかなとちょっと勝手に思ってます。違うキャラももちろんいるとは思うけど、比較的それに寄せてる人も多いんじゃないかなと思っております。横尾さんの采配だと監督のツイートで拝見し、さすがだなと思いました。でもね、これは横尾さんの采配かもしれないけど、監督たちの思いもなければ絶対こういう風になってないんで、これはスタッフみんなのあの采配と思いです。最後のエンディングではずっと泣きっぱなしでした。家族に守られたリリーの、そうね、あの瓶の中に入ってましたからね、瓶に守られた家族に守られたリリーの花から始まり、ああよくお気づきで、レジスタンスメンバーの名前の花が散り、穏やかに目を閉じていくキャラたち、なんだか彼女たちが戦いの螺旋から降りたような、そんな印象を受けました。ああ素敵ですね。劇中のアネモネさんのセリフ、不思議なことに死ぬ間際の仲間の多くはなぜかみんな笑顔だった、この言葉を表しているように感じる描写でした、んだと思いますよ。いやもうだから解放されるっていう、なんかもうこれもね暗示のみですよ、まさに二律背反なんだけど、生きるために戦っているはずなのにそこから解放されることに喜びに似た感情もあるのかもしれないね、そこら辺とかも。でもそれはこのセリフを絶対組んでると思いますよ。最後のリリーはゲームの A2 のあのシーンと重なるようで、うん、そうね、それもあるかもね。そして当時のリリーと現在のリリーがつながる、あー気づきましたが、一番最後に一瞬出てくるヒューンってやつね、そんな描写も細かくて好きな演出でした。リリーと A2 が再会を果たしたら2人はどんな会話をするのかとても楽しみです。そうだね、ここは僕も楽しみですよ。なんで楽しみですよって言ってるかというと、全然知らないです、じゃあラスト、これ6話でのリリーたちの、あ兄ちゃんですってポッドキャストネーム兄ちゃん、6話でのリリーたちの過去のお話、エンディング映像でボロ泣きでした。そんな心境の中、いつも通り始まった人形劇、あの漁師エンドがアダムバージョンにまあ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 、小さい声でアジの入れ食いって笑いました。本当にニオトマタは毎回感情のジェットコースターですね。なるほど、まあまあまあ、エンディングはね、本来見せ方としては当然ゲームを僕たちがやっていた時とは違う見せ方ではあるんですが、文言としては存在するエンディングがほぼです。ですんで、なんでしょうね、なんて言えばいいんだろうね、半笑いで見てくださいでいいのかな
あれに関しては真面目に見ないといいんじゃないかな。でもまあね、あの逃げ絡みの人たちもね楽しんでますし、素敵な絵もね今回も炸裂しておりましたが、ツイッターとかでもいろいろな方がニアオトマタのこのアニメで改めてニアの絵とか上げてくださってて、リーンカネとかそのニア関係でいろいろ絵描いてる桃印さんって方がいらっしゃるんですけど、桃印さんがあのなかなかとんでもね爆発したし、あとこうなるみたいな絵を上げてたんで、みんな見てください。さあというわけでございまして、感想メールは以上です。皆さんありがとうございました。はい、今回もお知らせがございます。テレビアニメニーアオトマタバージョン 1.1A の放送を記念して、全国6カ所のロフトを巡回する期間限定イベントの開催が決定しました。イベント限定書き下ろしイラストには普段見せることのない動物たちと一緒にリラックスした 2B と 9S の姿が描かれています。私の手元にそのイラストがあるんですが、もはや知らないアニメです。可愛い絵ですよこれ。でももうねここまで来たらね、とことんやってほしいから、僕はこの絵の 2B ちゃんもねなんとか入手したいと思います。リラックスタイムをテーマに、リラックスした姿の 2B9S の特別書き下ろしイラストを使用したアイテムやビッグパネルの展示など見どころ満載のイベントとなっております。可愛いぬいぐるみと一緒にリラックスウェアに身を包んだ書き起こしミニキャライラストにも注目ですと。これは全国のロフトでやると。でアクリルスタンド2種だったり、 T シャツだったり、トートバッグだったり、トートバッグ欲しいな。あとはあの2000円以上買い上げごとにイラストカードをランダムでプレゼント。このランダムもその可愛らしい2人の、まあ、あのそのままのイラストと、あとはリフォルメしてるやつですね。あとこれはエイトちゃんもいるのか、この絵には。なるほどなるほど、ぜひそっちの皆さん見ていただければなと思います。ニアオトマタバージョン 1.1 へポップアップストア、こちらは栄ロフト、渋谷ロフト、仙台ロフト、梅田ロフト、横浜ロフト、天神ロフト、順繰りに回っていきます。順繰りに回っていきますが、ちょっと被ってる時間もあるんですけど、で一番最初は栄ロフト、これは名古屋のところ の、 あの愛知県ですね、栄ロフトが3月17日からだそうです。他はあのおいおいろいろあると思うんですが、各店舗のホームページとかツイッターとかをご確認いただいたり、おそらくアニメの公式ツイッターの方もちょろっと書いたりすると思うんで、皆さんのね、あのお近くのロフトでいつやるのかをね見ていただければなと思います。各店舗の営業状況につきましては、各店舗のホームページツイッターにてご確認ください。商品の使用は予告なく変更となる場合がございます。まあ今ね、あのこのまだまだ状況大変だからね、いろいろあるかもしれない。混雑が予想される場合は入場制限などを実施する可能性もございますということで、まあ、細かいことはツイッターを見ていただければと思いますよ。でもってまだある。ニーアオトマタバージョン 1.1A とローソン HMV とのコラボキャンペーンが決定しました。期間は3月21日火曜日から一部店舗を除く全国のローソンで実施します。このキャンペーンでは対象商品を購入すると、先着数量限定で書き下ろしイラストを使用したオリジナルクリアファイルがその場でもらえるキャンペーンや、オリジナルパッケージのおまけ付きお菓子やロッピーオリジナルグッズを販売します。詳しくはローソンや HMV のホームページをご覧くださいと。通常の戦闘服からローソンブルーの戦闘服に身を包んだ 2B と 9S と、まあ、よーく見るとローソンファクターが入ってます。これはね面白いたずらですよ。僕は結構好きです。でこれの絵のトゥビーちゃんの太ももが非常にけしからんので、ぜひ皆さんこれは見てけしからんと大きい声でを出してください。またローソン限定オリジナル商品ニーアオトマタバージョン 1.1A オリジナルステッカー付きのアメリカンソフトクッキー、あこれがお菓子か、あこれ思いっきりトゥビーちゃんバーンって書いてあるんで、あこれはいいですね。個包装までちゃんとニーアと、タイトルとロゴと 2B の服の模様をデザインした個包装でございますと。発売日は3月21日火曜日からなくなり次第終了。これめっちゃ欲しいな俺。で対象商品をもらえるとクリアファイル、このローソンのその制服感をちょっと出したこの服に身を包んだ2人が書いてあるクリアファイルとかももらえますよということでございます。ロフトローソンともども皆さんチェックしていただければなと思います。まあこれはアニメの公式ツイッターでも、まあおそらくツイッターなんかリツイートとかそういうのをいっぱいしてくれると思いますので、結構ね、でも細かくね、いろんなイベントがこうやってやっていただけるのは本当ありがたいことだし、作品が盛り上がってて、それを一緒になって皆さんと楽しめる素敵な機会だと思うので、まあお家遠いよって方もいらっしゃるかもしれませんがね、もうそういう方申し訳ないけど、もし近くでやってたり、あローソンだったらまだでもいけるか、あの皆さんも参加できるやつがあったらね、あのふるってご参加のほどよろしくお願いいたします。私はあの札束を握りしめてロフトに行ってやろうと思いますよ。お知らせは以上。チャプター7、クエスチョナブルアクションズは
3月11日24時より放送開始となります。あらすじを紹介しておきましょう。現時点までの任務において機械生命体の変異体に多数遭遇、一部は戦闘へと発展している。各個体情報は前回同様サーバーにアップロード済み。以降の快適に備えバンカーでの情報解析と結果の共有を要求する。個体識別信号パスカルの反応を確認。機械生命体の村に所属する1個体が迷子になっている模様。依頼により森の王国エリアでの捜索を開始するとなっています。ここら辺はねアニメ独特、あのオリジナルの、まあ、お話の組み方かなになってますね。でもねそれはでもねなんでしょうね、不思議と違和感なくパスカルのあの登場の仕方とかも入れたし、面白いですよ。この森の王国はその時系列とかね、ゲームじゃないっていう人もいるかもしれないけど、違うのよ、アニメなのよこれ。で横さんの作品はいろんな世界線があるから、そこはあの違うもんだっつって楽しんでる方が得ですよ。楽しんでください、まあ、森の王国っていうことはまあ多分まあ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 めんこいのがまあ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 ですもう散々言ってるからね、おそらくもう皆さんも気づいてらっしゃると思いますが、あの人が出てきて皆さんにあれ全然違うっていうのを感じさせてくれると思いますので、楽しみに待っててください。ニーアオートマタバージョン 1.1A はチャプター6までが DMMTV、 D アニメストア他各サイトにて配信中でございます。ぜひご覧ください、ポッドのポッドキャスト第6回、そろそろお時間でございます。お相手はポッド042役の私安本博樹でした。第7回は3月17日金曜更新予定。